にちは、プロトリーグチャンネルです。今日は小株の間引きと土寄せと追肥を行います。こちらが種まきを行って2週間経ったものです。まだ詰まっている状態ですので、これを丈夫な芽だけを残してある程度他の芽を取ってしまいます。で、取る時には根元をつまんでゆっくりと引き上げてください。上の方だけをつまむと切れてしまいますので、根元の方から引き上げるようにしてください。ある程度間引きを行いましたら、根元の部分に土をかぶせて土寄せを行ってください。その後こういったお野菜用の肥料を使って株元から少し離れたところに全体的に撒いていってください。その時にこの肥料にも軽く土をかぶせていただくとより効果は高くなります。以上です。